アーラン。アーランは、コンピュータにおいて、汎用的な用途に使うことができる平行処理指向の、プログラミング言語及び、実行環境。の直列処理のサブセットの言語は、関数型言語であり、先行評価を行い、変数への代入は一回限りであり、動的片付けである。は、エリクソンにより次の条件のシステムを構築できるよう、設計された。 ホットスワップが可能であり、稼働中のシステムを停止することなくのプログラムを変更することができる。は、当初はエリクソン社内部だけで使われる非公開の技術であったが、1998年にオープンソースとして公開された。エリクソンによるの実装は、基本的にはインタプリタであるが、というコンパイラも同社の実装に含まれている。 ただしはが動作するすべてのプラットフォームで使えるわけではない。においては、マルチスレッドの処理の平行性は、プログラム開発者、プログラマにとって明瞭である。これに対し、ほとんどのプログラミング言語においては、マルチスレッドは複雑で誤りを犯しがちな分野である。で、プロセスを生成し管理する手法はごく平凡な方法である。 数学者のアグナー・アーランから名前を取って命名された。一方で、エリクソン社内で非常によく使われたため、日南なんで命名されたと一部の人々は思っている。当時エリクソンのコンピュータ科学研究所の所長であった、ビアーネ・デッカーによれば、この名前に関する二重性については、意図的なものだとのことである。の、ソースコードの例を示す。次のソースコードはによる、 クイックソートのアルゴリズムの実装である。この例では関数コディチェ1の再起呼び出しを行っている。再起呼び出しはソート処理の対象がなくなった時点で終了する。式コディチェ2はコディチェ3をコディチェ4の要素としてコディチェ3がコディチェ6より小さいすべてのコディチェ3を選択すると読むことができる。このようにではリストを非常に簡単に扱うことができる。 では異なる二つのデータ型の値の間で、あらゆる論理式を評価できるため、式の評価は単純である。例えば、コディチェ8はコディチェ9を返す。ただしにおける戻り値、コディチェ9あるいはコディチェ11を返す。基礎的な仕組みを変更する必要がある場合には、比較関数を使うことができる。例えば、コディチェ12がコディチェ9と評価される、比較順序により、 順序付けられたリストが必要な場合などである。次のソースコードではリストをリスト要素の長さを基準にしてそうとする。の主な特徴は平行処理のサポートである。における平行処理は複数のプロセスを生成し、それらの間で通信を行うための簡潔で強力な機能群によって支えられている。なお、が提供するプロセスは オペレーティングシステムが提供するプロセスやスレッドとは異なりの仮想機械によって管理される。プロセスの生成オーバーヘッドは約300ワード程度に抑えられており、大量のプロセスを性能を低下させずに生成できる。あるベンチマークでは2000万個のプロセスを並行実行できることが示された。これ以降の記述ではにおけるプロセスを括弧なしで言及する。 におけるプロセス間の通信は非共有かつ非同期のメッセージ転送システムによって行われる。のプロセスはすべてそれぞれのメールボックスを持つ。メールボックスには他のプロセスから受信したメッセージが格納される。その後、メールボックスに格納されたメッセージがメールボックスを所有するプロセスによって処理される。その時のプロセスはメッセージを得るために、 コディチェ14という基本操作を行う。メッセージを得る過程ではパターンマッチングが行われる。まずメッセージ制御ルーティンが1番目のメッセージに対して各パターンがマッチするかどうか調べる。2番目以降のメッセージに対しても同様のことを行う。マッチングはマッチするメッセージに出会うまで行われる。メッセージが処理されるとメッセージはメールボックス級から除去され、 プロセスは復帰して続きの処理を行う。の構成要素は何であれ、メッセージとして使うことができる。の基本要素である整数、不動小数点数、文字、アトムも、またタップル、リスト、さらには関数さえも、メッセージとして扱うことができる。ソースコードの例を示す。では異なるノードに分散した複数のプロセスを互いに、 連携させて動作させるためのサポートも組み込みで備えている。プロセスは遠隔のノードに生成することができ、遠隔ノード上のプロセスとのプロセス間通信は透過的である。すなわち、遠隔ノード上のプロセスとのプロセス間通信は、同じノード上のプロセスとのプロセス間通信と全く同じように行われる。での並行処理では、 エラー処理の基本的な方法をサポートしている。あるプロセスが異常をきたすと、プロセスは手際よく終了し、そのプロセスを制御しているプロセスにメッセージを送信する。このエラー処理の方法により、ソースコードの保守性を高め複雑性を低減することができる。エリクソンはをオープンソースとして1998年に公開した。その意図は、 特定企業からの独立性を確保することとに対する人々の認知を高めることであった。ライブラリーとリアルタイムデータベースと共に配布されるプログラミング言語の配布形式はと呼ばれている。エリクソン及び数社の企業は技術に対する商用サポートを提供している。をオープンソースとして公開する方針をとってからは世界中のいくつもの企業によって採用されている。 ノベルネットワークス、T モバイルなどの企業がを採用している。同社ではこれまで何十ものプロジェクトでを採用してきた。とりわけ大規模なものは、非常にスケーラブルなアクスト301、ATM スイッチのプロジェクトである。を採用しているエリクソン以外の組織としては、ノルテル、ドイツフルークズイヒャルング、航空管制を担うドイツの政府組織、T モバイルなどが挙げられている。 2014年には Whatsup、Duango What、Line などがアーランを採用していることを表明した。2015年現在は活発に開発が続けられており、定期的に新リリースを公開している。はいくつかのユニックスに似たオペレーティングシステムおよび、上で使うことができる。Web サーバー楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。